よどうもし。皆さん、こんばんは。元チーム晴れ者の、イルシュトルトです。今日はよろしくお願いします。元チーム晴れ者の構成員、ニキと言います。よろしくお願いします。まあ、ちょっと、はい、まあ、皆さんに、まあね、はい、事実をね、事実っていうか、まあ、何があったのかっていうのを、はい、まあ、ちょっと説明しないわけにはいかないわけじゃないですか。謝罪会見とかじゃないですから、これ。はい。我々エペ祭り退場決定しました。イエーイなのか、イエーイ。まあ、一人だけイエーイしてない人いますけど、あ、ちょっとじゃあ三毛猫さん、今のちょっと率直な感想を聞きしてもいいですか。あ、声ちっちゃいな、声ちっちゃいな。はい、あ、いいよ。感想は、はいはい、悲しいです。What? なんでですか？出たかったよね。出たよ。出たいに決まってんです。だって私はサブアカでもさ、楽しみでさ、嬉しいなってさ言ってさ、なんでさ、どうして、だっていいって OK だったんです。なんでどうしたんですか？なんでですか？キリスさん、キリス君、ちょっと、はい、教えてください、はい、私ちょっと把握できてないんですよ。本当ですね。はい。で、まあ、エーペックスの大会って、まあ、よくある招待制って言われてまして、はい、まあ、まあ、20チームで戦うんで、エーペックスって。まあ、だから20人に、まあ、リーダー枠が配られて、で、2人集めてください。まあ、まあ、我々、2期、三毛猫、キルシュトルテの3人で、ね、出場したいと思ってるんですけれども、まあ、問題はないですかっていうことを運営さんに確認をし、はい、OK をいただき、はい、告知をしていいですかの確認をし、OK をいただき、はい、告知をして、まあ、深夜1時20分に、三毛猫さん、運営都合で NG です、急遽なんですけど申し訳ないんですけど、あと1他のメンバー探してくださいと1時20分に連絡をいただきまして、私が何したってんだよ。誰か五条先生連れてきて。私は何したってんだよマジで。何したんですか本当に。なんか理由とか私一応聞いたんですけど、回答なくて、うん、ちょっと、はいはいはい、分からないんですけど、うん、はい、分かんないよそれは誰も、うん、まあ三毛猫さんが出れないと。でこれ普通に辞退した方がおもろいんじゃないかと。あの、まあ NG 食らったのは、まあ三毛猫さんだけで、まあ実は俺らはだいぶクリーンなんだけど、俺とニキ君は。でもそれで別にね、はい、あの俺ら怒ってないですから。あ、いや全くよ、ね、むしろこういう配信ができて俺はちょっと楽しい。めちゃくちゃ楽しい。